球場には大観衆が詰めかけています。埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことは何でしょうか？まずは先に点が欲しいですよね。そして優位に試合を運びたい、そういうところですよね。さあ、先制点はどちらのチームに入るんでしょうか？さあ、そしてバッターボックスにはグラシアルが入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。初球打ち、レフ入った、グラシアル逆転スリーランホームラン。ライオンズ、この終盤痛恨の逆転アーチを許しました。ライオンズ逆転を許します。8対7。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。西武ライオンズ痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、残念ながら敗戦となってしまいました。そうですね。ただ最後まで粘りを見せましたしね、残念ではあるんですけど、いいゲームでしたね。そうですね。次につながる、そういった反撃は見せてくれました。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。